こんなところで会うなんて偶然ですね。お一人ですか？そう、あなたが一人だなんて珍しいこともありますね。でもあなたが一人でうろつくのは気がかりです。いろいろな意味で。もしよろしければご一緒しませんか？あなたが嫌でなければですが、万が一ということもありますから、用心をするに越したことはありません。では行きましょうか。ところで、あなたはどこへ行くつもりだったんですか？気分転換で町へ出るのを止めるつもりはありませんが、せめて誰かと一緒に行動してください。何かあってからでは遅いので。心配？当然です。あなたに何かあっては困りますから。むしろこういう状況であるにもかかわらず一人でブラブラするのは不用心です。え、いえ、私は特に目的があったわけではないので、あなたの買い物に付き合います。私はついでで結構ですから。行きましょう。あなたがそういうものに興味があったとは意外です。ですが購買にもありましたので、次回からは購買を利用してはいかがです？このマグカップ、すみません、何でもありません。さあ、日が暮れないうちに戻らないと。いえ、気に入ったとかそういうのではなく、ノエルとお揃いで持っていたものと似ている気がして。ずいぶん昔のことですから、全く同じものでないとは思いますが。いいえ、もう手元にはありません。先ほども言いましたが、昔のことなので買う理由もないでしょう。特に必要ありませんし。それが何か？あなたが買ったらどうです？プレゼントすれば喜ばれますよ。え、本当に購入するんですか？はあ。ではここで待っていますので。済みましたか？では行きましょうか。はい、まさかとは思いましたが。私にですか？あなたの前で何かに興味を示すといけませんね。あなたが直接渡した方がノエルは喜ぶと思いますが。いえ、何でもありません。